この初動が軽くなった。これまでのイグジストよりもさらに。パリ巻きも滑らか。あ、でかい。でかすぎでしょ魚。巻きのやっぱり強さとドラグの良さ、ここが、まあ、あのね、明確に感じられました今のは。はい、リールがついてる感じが本当にしないんですよ。そのここに存在感があるのにすごい軽さを感じる。回り始めの軽さを感じるんだけれど、でも巻いてるんですよ、ちゃんと。軽いのに滑らかなんです。ちょっと重っ。よっしゃー、あー、ナイス。すげえ、ドラッグバンバン出てましたね。あ、もう全部、全部追従してますね。自分が求めたのは常にテンションがかかるドラグ、そう、ややテンションがかかりつつバスが突っ込んだ時だけ素直に出てくれるっていうドラグになってます。でもめっちゃ滑らかっすね。どうかつかかってくる。よいしょ。あ、でも滑り出しがスムーズ。うん、だいぶなんか滑らかな感じがする。ほら、魚暴れないんですよあんまり。ほら、あ、いいっすね。あ、ドラグちょっと、うん、すごいなんか気持ちよかった今。いや、軽さに関してはやっぱ 5g 単位で軽い方が絶対そっち使いたい。だって軽いもん使うから軽ければ軽い方がいいですよね、うん、やっぱ当たりも取りやすいし絶対軽い方が楽だと思うんですけどね。よっしゃ、よしよ、余裕で巻いてこれたよ。